この会社名を締めくくるイベントといえばこのイベントでございます。永遠のライバル対決60周年復活スペシャルをお送りしてまいります。さあ大変ながらお待たせをいたしました、全国1億2000万人のですねモータースポーツファンの皆さん、全てがこの瞬間を、今日はですね楽しみにされていたんじゃないかと思いますけれども、この永遠のライバル対決、まあ、永遠のライバル対決元祖というものとそれから新永遠のライバル対決というこちらの2つがございましたけれども、こちらをですね合わせてこの60周年ではですね新しい形でこの新ライバル対決を展開しているということでございます。さあそれではですねお時間の方もございますので早速ドライバーに登場していただきたいと思います。永遠ドライバー対決元祖新ドライバーをご紹介いたしましょう。
星野君頼むよ。先輩先輩先輩そんな後輩に先輩のお世話通りやろうかな。はい、ということで若坂さん、作戦決まりました。ありがとうございます。はい、作戦決まりました。ファンの皆さんには、はい、ご挨拶は今回ちょっと勝ちたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ほら、先ほどのことだったらご自身買っていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、脇坂純さん、そして、一川京さんもご挨拶お願いします。はい、皆さん、そういう中ありがとうございます。最後のイベントとなりましたけれども、今、純一が勝つと言いましたけれども、僕もやっぱり勝ちたいんで、純一って多分スタートをうまくいけば、はい、まあ、ボタイマさんはいけないかもしれないですけど、純一の応援はやっぱり行きたいですよね。なるほど、はい、そこだけは勝ち、やっぱり負けたくなると。この人だけにはもう、勝たないと。まあ、昨日1コーナーアウト押し出されてましたけど、大丈夫ですか。道が狭なるんですよ。でも今日僕、運側ですよね。運側です、運側です。急ぎ目でお願いします。気をつけろと。もう漫才みたいな話になってますね、なんかその2人だけで。さあ、今もちょうど話が出てまいりましたけども、中島さん、星野さん、今日の作戦は何か中島さん考えてらっしゃいますか。まあ、星野さんのフライングを気をつけるところだね。いや、何度も何度も見てきたからね。まあ、今まで振り返ればもう本当に語るにもうね、ちょっと時間が足りないほどいろいろとありましたね。ありましたね。今、エタニティって言葉知らないの。こっちが言いたい。今までこのレースにペナルティってつきましたっけ。もうなんか、ね、はい、やったもん勝ちみたいな感じになってましたけれども、星野さんはどうですか。やっぱり今日もいつものように、いいスタートを。いや、もうテクニックで勝つ。テクニックで。そうなんですよ。でも初めて乗る車ですよ、星野さん、今日。いや、最近マニュアル乗ってないからね。いや、オートマしか乗ってないからなんじゃね。もうちょっとシスタップダウンがちょっと心配だ。フィールドトゥーなんかできるかなと思って。ちょっとね、そのあたりが心配事があるかもしれませんけれども。まあね、そのな、すいません、すいません。イベント中なんだよね。スタッフさんが星野さんに勘弁を出すのに、はい、座線なさそうにしてるからどうぞってやってるんですけど、ものすごく怖いみたいです。どんな勘弁ですか。マイクを口に近づけて話してくださいって。なんかあの3人どうしたんですか。その3人そんなひっついて。仲がいいんですか。実は表向き仲いいんでね。はい、表向き仕事なんで。なるほど、仕事なんで。今日終わってそこに消えていくまでこんな感じです。そこの階段を降りた瞬間にドリッと離れます。そういう方々なんですね。はい、さあ、本山さんは今日の戦略は何か考えてることありますか。そうですね、はい、2人で頑張ってさせてもらって、はい、一人でも簡単稼いでます。あ、なるほど。もう後ろの方でわちゃわちゃやってもらって、はい、自分はもうそういったことはもう関節。まあ状況を見てちょっと待ってあげようかなっていうね。はい。でもドゥイちゃんが八六でずっと出ててね。あ、そうですよ。現役八六レーサーじゃないですか。八六は本当に自信あるって昨日からずっと言ってるんで。あげるのをやめなさい。でも今日タイヤも冷えてるしね。やっぱりちょっといつもと状況も違いますしね。あのね、スタートはちょっとアドバイスすると。うん、6000回転ぐらいでクラッチをパンとやるとちょうどバカンといく感じになる。そうです。先輩、6000回転ぐらいだそうですよ。なんか名前出ること言ってんだから。なんちみーでの方が大事だから。名前出ることも ずーっとホイールスピンばっかりしてでも一人だけなんか演奏してるってことはないですか。いや、それだけちょっと僕はそっち側は緊張してますので。やっぱり緊張、クラッチで誰か今日プルプルするようなね、ちょっとね、はい、ミートの方には気をつけていただきたいと思います。はい、道上さんはでも FR はあんまり乗り慣れてないんじゃないですか。そうですね、あんまり乗る機会ないですね。ミッドシップか FF しか乗ってるイメージないんですけど。まあまあそうですね、そのイメージが多いんですけど。なんかさっきあの 5番のマシンなんですよね。あ、5番がそうです、そうです。5番のマシン、トラクションコントロールついてるか。はい、さっきなんかドリフトとかいっぱいみんなあの車やってましたよね。あ、結構ギンギンで皆さん使ってた車ですよね、あの5番、5号車ね。はい、あの若い子たちにギンギンでやりときました。なるほど。じゃあそろそろルール説明いきますか。いいですか。はい、じゃあ今回
回はですね、ルール説明をじゃあしていきたいと思いますけど、いろいろ皆さん作戦は考えていらっしゃると思うんですが、こんな感じになってます。はい、まずはですね、本日の決勝レース、今日これで決するわけなんですけれども、まずはですね、マシンはもうご覧のようにトヨタ GR86、 この最新型の GR86 で1名揃えさせていただきました。排気量は 2.4 リッターあります。昨日走っていた排気量は 660cc です。4倍です。いいですか、4倍ね。そう、 2.4 リッターあります。本山さん結構走りますからね。はい、はい、そして、対決はですね、元祖のお二人はお二人で、こちらは対決をしていただき、新ライバルの3名は、3名で対決をしていただくということで、ただですね、まあ、ひょっとして、ひょっとするとスタートから、まあ、5台でわちゃわちゃになるという可能性も否定はできませんので、その時はコース上で考えてください。5台でわちゃわちゃになった時はどういう風かっていうのは、ちょっとファンの皆さんもひょっとしてそういうシチュエーションになった時にこういうレースは見てみたいなということで、いろいろとイメージされるかもわかりませんけれども、あとでみんなが笑顔になるような走行でお願いしたいなと思います。そしてスタンディングは、スタートはスタンディングスタートです。止まった状態からシグナルでスタートですからね。はい、あ、はい、スタンディングスタートで、いやいやいや、今これから順番に行きますから、順番に行きますから、そんな早い気持ちをちょっと抑えていただいてよろしいですか。はい、まずはですね、昨日と違いまして、カウントダウンでまずですね、新ライバル対決、後輩たちが先に出ます。いいですか。はい、そしてですね、その後30秒後に元祖ライバル対決のお二人が行くということで、たださっき星野さん、なんか地下道の方で待ち合わせの時に、後ろから追いつかれちゃうよ、30秒待ってたらって言ってませんでした。失敗してるね。ということで、万が一追いついた場合はですね、その場でみんなアドリブで考えてください。いやいや、あ、ウィンド下げちゃう。謎の手が出てくるんですね、右手が。謎の右手が出てきて、ということでございますんで、元祖ライバルは元祖ライバルで戦って、新ライバルは新ライバルで戦うということで、最初にね、新ライバルの3人が先陣を切ってスタートするということになります。はい、そして東コース3周でございます。チェックが出たらそこで、終了ということになりますので、で今日の決勝で、勝った方がチャンピオンベルト、そちらに用意しておりますけれども、お渡しさせていただくという段取りになっておりますので、はい、最後ビクトリーポーズで締めていただくということで参りたいと思います。さあ、じゃあいかがでしょうか。もうそろそろ次のコメント、あ、次のコメントですね。次のコメント、すいません、ウェットになってきたんで中止。いや、割とですね、早めに始めた方がいいんじゃないかなってちょっと思うんですけど、ね、はい、ウォームアップも必要になるかと思いますので、もうウォームアップはできないか、はい、止まった状態から用意でるんですけどね、はい、ということで、じゃあ最後に意気込みだけ改めて聞いて、じゃあ準備に入りましょうか。はい、じゃあ中島さん、ファンの皆さんに意気込みを一言。はい、まあ結果を見てください。自信満々ですね。はい、はい、じゃあ中島さんが活動を通しと、そして応援したい人、拍手よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、星野さん、意気込みを。星野は活動を通しと、拍手よーし。巻き込むのうまいですね、ファンもね、ありがとうございます。さあ、本山さん、一言お願いします。横からジュイチがどうするどうするってね、展開を言ってくるんですけど、よくわからないので頑張ります。いろいろと盛り上げてくれる準備ことを考えてました。はい、お二人もおられますし、はい、考えましたですけど、この二人理解する頭を持てなかったです。やめました。ということで、ジュイチさん頑張ってください。いや、もう僕はもう雨でもでかいです。はい、頑張ってください。よろしくお願いします。松坂健一さんにも拍手お願いします。そして道上さん、はい、普通に行きます。はい、はい、しれっと普通に行くんだろうね、一番後ろで。いや、普通に行きます。しれっと何を来るか分からないんで、はい、頑張っていただきたいと思います。道上さんにも大きな拍手よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、その準備よろしくお願いします。さあ